チェルノブイリ近郊の無人の町プリピョチ1996年のチェルノブイリ周辺の汚染状況、ノー赤、閉鎖区域、赤、常時管理区域、薄赤、定期管理区域金座による福島第一周辺の汚染状況2011年3月17日金座による福島第一周辺の1年間の被爆推定人気のない波江町2011年4月12日原子力事故は、 放射性物質を広範な地域に拡散し、地域住民の健康に影響を与えかねない。放射能汚染から住民及び災害復旧作業者などを守るために、初期の汚染予測及び引き続く地域の放射線量の実測やサンプル調査をもとに、住民の避難、移住や食料、飲料水などの摂取制限を実施する必要が出てくる。 災害復旧作業者については、個人の健康に対するリスクと、公衆や重要な社会資産の保護、保全等を考慮した、被爆上限値の設定と、被爆環境下での作業における総被爆量の計測が必要になる。各国の行政機関では、国際放射線防護委員会などの勧告に従い、災害時の対応マニュアルを制定している。二十世紀半ばから、開発、 運用の始まった核兵器や原子力発電では過去何度か重大な事故を起こしてきた。事故が起きれば広範囲にわたる放射能汚染を起こし社会に甚大な被害を及ぼすため事故を起こさないための最大限の努力がされてきた。それがゆえに原発の安全神話が広まり事故が起きた際の対応の策定がなおざりにされてきた。しかし事故は起きておりまた起きるであろう。 事故に対する体制を過去の教訓から学び準備する必要がある。放射性同意元素等による放射線障害の防止に関する法律では放射線業務従事者にかかる平時及び災害時の占領限度を以下のように規定している。アメリカではエネルギー省、連邦緊急事態管理庁、環境保護庁などで災害時の対策を策定している。 連邦緊急事態管理庁は、プラニングガイダンスフォープロテクションリカバリー、フォローイングレイディウロジェクルディスパーセルデバイスインプリバイズドニュークリアデバイスインシデンツを2008年8月1日に、関連各機関に通達した。この文書は、核兵器提路に対するマニュアルであり、原子力事故に対処するものとはされていない。これは組織の性格によるものであるが、 対放射能汚染という意味では、原発事故や核兵器事故への対策と同様の内容である。では、原子力事故全般に対応した指針を出している。実質参照行動指針は、初期、過渡期、高級的の3段階で住民と災害復旧作業者とでそれぞれ定義されている。ここで明記するべき点は、 初期対応で汚染が将来予測される地域からの予防的避難の段階から行動指針を示していることである。福島原発事故に対する米国の過剰ともとれる、同国人への80キロ圏外への避難勧告は、日米両国の事故の深刻との認識の差と同時に、以下に記述する避難ガイドによるものである。米国安全保障局が2011年4月9日に作成した 事故後1年間の推定被爆総量の汚染地図では、福島第一原発より約50キロのところに、米基準で居住不適格地となる地域が出ている。一般住民への対応線量に関して特に記述のない場合は、実行線量、投下線量と実行線量の関連は放射線線量を参照。中エネルギー省では避難の指揮を毎時十ミリレムの被爆と異なった切り口で、 定義している。次の節を参照。エネルギー省の放射線管理局、フェデラルレイデュロジェクル、モニタリングアセスメントセンター、フマックでは、すべての原子力事故を想定した、対策書、アセスメントマニュアルボリュームにプレ、アセストデフォルトシネリオスサンド2010から2 5 7 5ーを2010年2月に発行した。当マニュアルでは、原発事故、核兵器事故、 各燃料事故、核廃棄物の事故など放射性物質に関する事故を想定した対策を明記している。その第2章では原子力発電所の事故を想定したシナリオで以下のように対策が述べられている。その他の指針として予測される放射能汚染からの避難復旧作業者の被爆上限汚染地域の除染に関してはアメリカ陸軍公兵隊がフーズラッペ活動として担当している。 除染目標は、一般大衆の被曝をできる限り低く抑えること、としており、目標値は残留汚染による被曝を年間1、ミリシーベルト以下にすることである。ありがとうございます。